前回のカズクラ、カズさん視聴者さんからロマンがないと言われて焦ったというわけで、ロマンの付け足し、そう水抜きである。ただこれめちゃめちゃ時間かかりました。いやーもう水抜きなんてやらないと思う。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー前回のはねー疲れたなこれ。こんな感じで、ね、水抜きというものをやってみたんですけども、これね想像以上に大変、たったこれだけのスペースで2時間近くかかってしまいました。本当はこの下の方を掘らないといけないんだよなこれな、多分な。うん、繋がってる繋がってる。まあまたこちらの方はですね、今度いや来るからな、今度やります。なんかね、ここ貫通させるにあたってなんかね、別のロマンとかね、考えついた方いらっしゃいましたら、コメント欄の方に書いていただけると大変嬉しく思いますと。では本日はですね、ちょっと気になるコメントがあったんで、ちょっとこちら紹介しておきましょう。それがこれ。関連動画にエロ意味があるのは俺だけかな、カズクラタグ乱用してんのかな、わら。バレたか。じゃねえよ。いや、これね、YouTube のこの検索関連のアルゴリズムちょっとわかんねえけどさ、可能性として、そう、君がエロアニメをよく見ている可能性が高いってことだ。カズクラのタグにはエロアニメなんて入ってねえよ。というわけでございます。いやー、関連にね、なんか変なのあるときはですね、よくそういうのを君が見ているっていう可能性がゼロじゃないから、コメントには気をつけよう。さて、本日はこんな感じでね、もうコメント欄は荒れることはないだろう。いやいや、気にしてねえし、コメント欄とか気にしてねえし、そういうの。なんなら今みたいなコメントあった方がなんか、わちゃわちゃして楽しいし。いつも皆様、コメントの方ありがとうございますと。そんでですね、先日ちょっと作った、こちらの方でございますね。このですね、磨かれた毛に直したのはいいんですけども、なぜかですね、前の方がいいとか、顔色悪いとかっていうコメントが多く見られました。すごいですね、お客様からアドバイス来ましたよ。それがこれ。顔色悪く見え、ほっぺにピンクの羊毛つけて健康ですよ感を出したらどうですかと。なるほど。それはいい感じになる。ここにちょっとチーク塗っとけばいいんだな。ではですね、ちょっとチークを入れまして、さあ見てみましょう。せーの、ドン。なんだろう。若干、進撃の巨人感が出てきた気がするんだけど、どうなんだろう、これ。まあまあ、しばらくこう置いとくか。さーて、本日はですね、どこやろっかな。なんかいろいろやるところいっぱいあるからな。あ、そうだそうだ。結構、コメントが集まってきてるので、まあ、それ参考にちょっとね、今度またやってみようとは思うんだけども、本日の脇チェックはどうなのかな。あ、わわ。湧いてるねー。やっぱ脇がすごく良くなったよ。ほら、下にもいるし、上の方はどうなのかな？あ、いた。あ、素晴らしいわ。素晴らしいわ、本当に。で、はぁ、今日も俺人気者だ。じゃねえか。まだいるか。いや、まずいやつ。さーてねー。なんとかこうちょっと綺麗にしよう。落下防止ちょっとつけないといけないんだけど、結構スラちゃんね、あの子たち強力だからね。いやーまずい、非常にまずいねこれ。ちょっと待て。よしよしよし、やっと倒したわ。落ちてね、落ちて無害な子になってね。さて武器をですね、ちょっと取りに行きたいなと思うんですけれども、いっぱい散らばっておりますね。ゲット。ほいほいほい、成仏しなさい、成仏。よいしょ。さあ、ここはですね、また綺麗にするとしましょう。長くいると、私、やられてしまいます。スケさんいんな。いた。ちょっとまずいよ。はい。はい。よし。あと、視聴者さんからアドバイスがあったのは、3ブロック必要らしいね。この脇の方はね。ちょっとそちらの方もですね、今度ね、なんとかして頑張りたいと思います。はい。よーし。さあ、帰るぞ。やーばい、夜、やべ。
今2回しちゃったのバレたか。そう、編集マジックだよ。2回落ちたよ、なんか知らないけど。本日はですね、ちょっとこういうコメントございましたので、と、天空トラップタワーを忘れていませんかと。いやいや、忘れておりません。今日やろうと思ってたところでございますよ。では早速本日も行ってみましょう。ほい、これあっちの世界戻ったらまずいよな。まずいやつだな、これ。ちょっと待って待って、危ない危ねえわ。なんで発生したんだろう、あれ。本日はですね、ちょっとトラップタワーの方をやっていきたいと思うんですけども、これ、脇率で言うとですね、今こっちはどうなってる？天井。あ、ちょ、明かり灯しとこう。よーし、OK、牧場。量から言うとですね、がぜんこっちの方がいい感じなんだよな。今はね、あ、来た、ちょうど来たわ。ちょうど来たわ。ただね、こんだけね、バチバチ押してくるんだけども、この回収システムがですね、ちょっとあまりにも、途中で止まっちゃったりとかもするからさ、これ問題だよね。というわけでね、ちょっと今回アドバイスにあったやつですね、試してみたいなと思います。では早速、行ってみましょう。今回やろうと思ってんのがこれでございます。脇層を水流式にして、一箇所に集めて落とせば回収楽ですよと。はい、というわけで、本日はそちらの方を実践してみたいなと思っておりますと、この段ぐらいからですね、始めていきたいなと思います。おーおーおー、いっぱい。ワンサカ。はい。では、外側から、ちょっと産業用の場所を、ちょっと階段作りましょうかね。よし。こんでいいか。オッケー。ガラス張りね。うん。地味にガラス張りの方、頑張っていきたいなと思います。あ、待った。嘘。さ、あのシステム止めとかないといけないな。いやー、ビビった。穴んぼ開いちゃったんじゃねえのか、今の爆発で。派手にやられましたね。いやー、やられたよ。おじさん、やられたよ。僕のアイテム。あ、怖い。これ止めとくわ、もう。ダイヤの剣どこ？あ、あった。あったー。なんか他にも吹き飛んじゃったような気がすんな、今回はな。まあ、いろいろ危ないので、下から作業しましょう。うん。それがいいね。おお、こんにちはと。やばい、上がモンスターハウスになっていくぞ、これは。まあ、いっか、頑張ろう。なんかいろいろまずいな、これ。ちょっと待って、これ天井ちょっと穴開けるとマシになるかな。どれ。まずいね、これ。待て。はい。いけ、まだ。あいつは落とさせない。来るでないぞ、まだ。はい、こんにちは。こっからの脱走兵か。てい。よっしゃ。あ、まずい。よし、ガード。さあ、このモンスターハウスどうなってるかな？大丈夫か？まだ。よし。今のうちにとも言いたいとこだけど、今回、ちょっとね、非常に危ないので、ボディーガード、ちょっとついてきました。はい。イディオ、最強のボディーガード、ぷい。よーし、ちょっと頼むわ。今ちょっと取っちゃおっかな、とりあえず。よいしょ。よっ。ちょっと作っていこうか。な。ちょ、危ねえけどな。あとは、水で、真ん中に集めるだけだね。その時にね、ちょっと山を作らないといけないんじゃないのか、これ。いいんじゃないの？ポッポー。やられないよ。よーし、んなら真ん中の方に溜まるかどうかですね。ちょっと試してみましょう。足りてないな。っていうか、あっこ怖いな。あのゾーンな。あいつには反応しないのね。てい。あ、嘘。おーおーおー。攻撃仕掛けてきたわ。怖い。
じゃあここら辺にもうちょっと、これを付け足すことで良くなんのかな。あーなるほど。ほんで次はここを増やさないといけないのか。あ、いいねいいねいいね、すごく良くなった。ていていてい、あれ、なんとかしてゴーレムさん。ていおおおお、さあではですね、行きましょうか。ここは大丈夫だな。そんで、この装置を動かせばいいんでしょ。で、よし、今度ワンサカ来るんじゃねえのか。さあ来なさい皆さん。うわー、わー、よくわかんないけどすんごいいっぱい。あ、待て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 、上の方まだ閉じてなかった、閉じてなかった。さあでは行こうか。すごいな、もうこんなに溜まってる。これ大丈夫かな、気づかれてない。おお、素晴らしい、めっちゃ雲いる。そっかー、雲対策かー。ちょっとどんなになってるかだけ見てみようか。これな、どれどれ、わっちゃわちゃわっちゃわちゃになってるこれ。えらいことになってんなこれ。あれはどうなんだろうな、システムとしてはな。あ、やばい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 、えらいことになってる。もう閉じましょう。はい、とは本日はこんな感じで終わりたいなと思います。雲をなんとかしないといけなかったな。というわけで本日はこんな感じで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバーイ。